橋本環奈。橋本環奈は日本の女優、歌手である。1999年2月3日に福岡県に生まれた。2009年アイドルグループ DVL に参加する。2011年是枝裕和監督奇跡のオーディションを受け映画初出演した。2013年地元福岡の博多リバレインで開催されていたイベントに参加しており、そこで知名度急上昇のきっかけとなる奇跡の一枚にあたる写真が撮られることとなった。2016年映画セーラー服と機関銃卒業に主演し、続き主題歌セーラー服と機関銃でソロデビューする。また本作での演技が認められ、第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。美少女ではあるが顔芸は最強だとみんなによく言う。